この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、大谷翔平が右肘靭帯を損傷し、今シーズンはもう登板しないことが決まった。最悪、二度目のトミー・ジョン手術を強いられる可能性もある。二刀流選手として、文字通り、超人的な活躍を続けてきた大谷だが、やはり身体は超人ではなく人間だった。投手、しかも本格派タイプとなれば肩や肘の故障はつきものではある。だがミナシアン GM が球団側が検査を打診したと、肘の負傷までのことの経緯を説明しても、これまでのエンジェルスの運用には大きな問題があったことから、米国メディアの間ではオーナーであるモレノ氏の無策で無謀な球団運営が招いた結果であり、モレノ氏は大谷の責任感強い性格を利用して酷使させたとの声が上がっている。エンゼルスは2021年以降、大谷の起用法に関しては基本的に本人に任せる方針を取ってきた。入団当初は登板前日と翌日は欠場させるなど、酷使を防ぐための管理を課していたエンジェルスだが、大谷自身の要望もあって2021年からそうした縛りを撤廃。その途端、二刀流として完全開花したのは周知の通りで、ニューヨークタイムズ、神はその姿を解き放たれたと表現した。だが、今回に限ってはその放任主義が結果的に大きな災いをもたらしたというほかない。WBC からフル回転し、その勢いのままシーズンに突入。だが、打撃はともかく投球に関しては5月から山あり谷ありだった。春先は絶対的な威力を発揮していたスイーパーで5月以降多くの本塁打を浴び、予視球率も大幅に悪化。その他にも豆を潰したり、痙攣を起こしたりと、万全な状態ではないことは誰の目にも明らかだった。それでも、先発登板をスキップする程度で大谷は試合に出場し続けた。もちろん、大谷自身がポストシーズンに出場したいという強い思いを持っていたのが最大の理由だろう。一方でエンジェルスも、妙な言い回しになるが、今季終了後に FA となる大谷を引き止めるために大谷をフル回転させる必要があった。ポストシーズンに出場し、近い将来は世界一も狙える力があると証明することが、大谷と再契約にこぎつけるための絶対条件だったからだ。そのためモレノ氏は大谷には自由を与える代わりに、サポートはするが、負傷をしてもあくまでも自己責任ということにさせていた。大谷自身が責任感の強い選手であることも理解していたからだ。しかしチームはパトリック・サンドバルら他の先発投手たちが軒並み不振。野手陣ではマイク・トラウトを筆頭に怪我人が相次ぎ、強豪チームとの戦いでは戦略面では劣るためなかなか勝ちきれない試合が続いた。それらが影響してチーム内でも戦況を打開できる大谷の存在は、投打両面での負担がさらに集中することになった。7月までワイルドカード争いになんとかしがみつき、積極的な途中補強も展開したエンジェルスだが、8月以降は強豪チームとの連戦もあって力尽き、そしてポストシーズン出場が絶望的な状況になったとほぼ同時に大谷の右肘が悲鳴を上げた。本格派投手は肩や肘の故障と常に隣り合わせであることは事実。だが、もしチームの戦力がもっと充実して、勝利するための戦略と哲学があったら、故障を未然に防止することもできたのではないか。エンゼルスよりも主力の負傷が相次いでいるドジャースが、ナリーグ西地区で2位のダイヤモンドバックスを大きく引き離して、1位になっているのがその証拠だ。そう言われても仕方がない。オーナーが現在のモレノ氏に代わってからのエンジェルスが戦略面ではあまりにも無謀で無策を繰り返してきた。マイク・トラウト、アンソニー・レンドーンに気前よく超大型長期契約を与える一方で、長年弱点と指摘されてきた先発投手陣の強化はほぼ手つかずのまま。ある程度の補強はしても、GM には贅沢税の課税ラインを超えないことが求められていたため、中途半端な戦力のシーズンが続いた。しかもファーム組織の再建、充実や医療機関の強化には無関心で、大谷の FA 時期が近づいてからようやくドラフトで即戦力型の大学生選手を大量に指名し、マイナーで十分な育成も行わないまま次から次へとメジャーへ昇格させた。はっきり言って、今時こんないい加減なフランチャイズは珍しい。
今回の会見でペリー・ミナシアン GM は損傷が見つかった後も2試合目に出たいいうところが彼らしいと語ったが、大谷の熱意をしっかり活かせるチーム作りは最後までなされないままだった。大谷だけではない。トラウトもオーナーや GM に何度も直談判して先発投手の獲得やファーム組織の充実をするように訴えてきたが、その度にスルーをされてきた。アート・モレノ氏はすでに MLB の歴史において十分な汚名を残している。マイク・トラウトと大谷翔平という MLB 史上屈指のデュオを擁している間に一度もポストシーズンに出場に向けた本気を見せなかったからだ。無策の上に無策を重ね、最後には大谷を2度目のトミー・ジョン手術に追い込む結果になるとしたら、モレノは間違いなく史上最悪のオーナーの一人として記憶されるだろう。アメリカのスポーツサイトファンサイドのスペイン版は現地時間8月27日、翔平大谷の怪我がエンゼルスの責任である4つの理由と銘打った特集記事を配信。大谷が渡米後、2度目となる今回の肘の故障がチームの対応不足によるものだったと見解を並べている。同メディアは理由の1つ目に十分な休養を与えなかったとしており、おそらくリスクを最小限に抑えることはできただろう。大谷は23先発で 132.0 イニングを投げている。数週間前にマメに悩まされていなければもっと投げていたかもしれない。その時点で大谷はすでに疲労を示していたが休養を与えられなかったと指摘している。続けて二刀流選手として他のスターターとは異なる扱いが必要だったとして、ここでも常時出場による疲労を挙げた。エンゼルスは彼が6日ごとに先発する予定で仕事のスケジュールを立てたが、1週間に2回登板することもあったとも綴っている。また話題はレギュラーシーズン以外にも及んでおり、問題は開幕前からあったかもしれない。大谷は日本代表としてワールドクラシックの覇者となり、二刀流で活躍した大会で MVP を受賞したとして、3月の WBC 出場も少なからず負担となったと述べ、この大会がスケジュール上の問題の出発点となり、怪我の一因となった可能性があると見通している。さらに、同メディアは2018年のトミー・ジョンにもかかわらず、彼らは何の予防策も講じなかったとして、前回の故障以降のシーズンを振り返っており、二刀流でのプレーを続ける上で可能な限りの注意と予防策が必要だったと主張。いずれにせよ、今回のミナシアン GM の会見が行われたことにより、大谷の治療へ向けた動きと同様、球団との関係も様々な視点から注目を集めることとなりそうだ。今回の大谷翔平選手の負傷については、本人が頑張りすぎたのも大きな影響かもしれませんが、それでも長年にわたってプレーオフ進出を目指そうともしなかったモレノ氏の球団運営が影響していたのは間違いないと思います。いくら WBC から試合をしていたとはいえ、中途半端に価値を重ねられないチームの状況を作り上げたのは、長年プレーオフ進出することをせずに自身のビジネスを優先した結果だと思います。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると、今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。